そのサッカーでほんまにやっていく。で今 J リーグとかさ、言ったらさ、J3 の選手もプロや。そうす、言ったら J1 プロや。プロの概念はめちゃくちゃ難しいな。マジでそうなんですよ。プロとはほんまに、それはもうほんまに、いやサッカー界マジ残酷っすよ、うん、プロとはっていう、あのサッカー界っていうか、まあ、スポーツ界っすね、言うたら、うん、確かに寿命が短い、まあ、すごいのもそのプロ何をもってプロというのか。それじゃあもうアルバイトしながら、まあ、J3 の選手が仕事してる人なんかほとんどじゃないですか。そうだよ。でも言ったらいや、それプロリーグなの。サッカーをやる、サッカーをやる上でお金が発生する。だから1円でももらえればそうなのかっていう規定が一応あるらしい。チーム規約とかでそれなんだ。そうだ、1円でも発生させるとプロ扱いってよく言われてて、 J リーグは多分、ちなみに契約が5っすよ。5から多分プロ契約です。5万円、うん、俺とかオーストラリア2部にいた時にもういや、なんでこのリーグで金もらえんのみたいなリーグにいるわけよ、言えたら、うん、いやいや、このリーグでこの 2,30 万もらえるんだったら、うん、いや、日本でやらんやろ絶対みたいな。なるほどな。もういや、俺それめっちゃ感じるもん。そう。